3話。翌朝、時間通りに集合したメンバーを乗せた八雲のワゴン車は一路山陰自動車道を太田市へと向かっていた。事務所のある松江から太田市までは車でおよそ1時間ほど。前回のツアノに比べるとそれほど遠い場所ではないせいか、一行も少し気楽な空気でリラックスしていた。ひとはちゃん、こっちには昨日戻ってきたの？いえ、早朝に高速バス使ってきました。6時20分の便に乗ったらちょうど集合時間にこちらに到着できそうだったんで。6時20分ってめっちゃ早起きじゃん。え、あんまり寝てないんじゃないの？6時20分ごときで大丈夫ですよ。バスの中でも寝てきましたから。岡山で遊園地の仕事だったんだっけ？だんだん忙しくなってきてるってことかな。え、お仕事ですか？遊園地に行ってたんでしょ？キャンペーンかなんかだったんじゃ。おお違いますよ。あそこにはバンジーしに行っただけなんです。体張ってんな。バンジー？バンジーってあの芸人とかが罰ゲームでよくやってる？そうですそうです。岡山に中国地方で唯一バンジージャンプを体験できる場所があるんですよ。ほう。急にバンジージャンプ体験してみたいなって思いついて、近くにいないかなって調べたら見つけたんです。仕事でじゃなくて。はあ。急にバンジーしてみたくなったんだ。はい。やべえわこいつ。あのインチキ霊能者よりこの子の方がよっぽど謎だな。どこか呆れ顔のヤグモたちに屈託のない笑顔を向けている人は、ますます深まる彼女の謎を乗せて、ヤグモたちのワゴン車は太田市、かつて岩見の国と呼ばれた地域へと向かっていく。旅館マスヤ、これも実在するんだろうか。辰野前神社、音ヶ浜。踏みしめる足元の砂からキュッキュと澄んだ音がする。かつて平家の楽人であった姫君が鳴らしたことの音が今でも砂浜から聞こえるという、これが琴ヶ浜の鳴り砂である。私ここ前から来たかったんですよね。連れてきてもらってよかったです。ああ、わかるわかる、あれっしょ。そう、あれです。あれ、砂時計。ひとはとまがりは互いに指さしながら同時にそう言うと楽しそうに笑い合う。ヤグモにはよくわからなかったが、どうやら二人は共通する好きなもので盛り上がっているらしい。どう、ひとはちゃん、満足できた？はい、無理言って連れてきてもらってよかったです。本来品藩の予定地じゃなかったんだが、他ならぬひとはちゃんの頼みだからな、わざわざここへ寄り道したってわけだ。わかるね？ええ、なんすかその恩着せがましい言い方は。頼むよ。そりゃもちろん、約束をな、果たしてもらおうと思ってな。ん？約束？これなんか公式サイトかなんかで見たんですけど、水着のシーンがあるんですよね。ちょうどいいかも、そろそろ終了時間やし、そこで停止食らうかもしれんから。強制終了ということで。ですか？ちょうどいいや。もちろん、むしろこっからが本番だからな。地球に生まれてよかった。カナダ、取れ取れーや。こっこ、上から下から左右360度からバンバン取れー。スー、抜けるような青空の下、水着になった人葉がその輝くような死体を晒している。最初は硬かった表情も、曲がりと一緒に波と戯れているうちにすっかり無邪気で自然な笑顔になっていた。監督さん、すっごく気持ちいいですよ。すっごく気持ちいい。一緒に海に入りましょうよ。
ほら停止してみろや YouTube よそうっすよ、いつまでもそうやって離れて撮影されてると変態みたいに見えてくるっす。こっちはそろそろ終わる時間なんで、やれるもんならやってみ。誰が変態だ、これも大事な仕事だぞ。事務所の許可さえ取れりゃこれ特典映像の売りにするんだからな。特典映像はいいっすけど、自分結構見切れちゃってないっすかね。映っていいんだ自分も。大丈夫だ、お前は後でモザイクかけとくからな、ちょ、いやっすよ、この格好にモザイクかけたらなんか変な感じになるでしょうが。まずいですよ。だったらなしてもいいぞ。大丈夫、見切れたってお前くらいだとひとあちゃんの引き立て役としてちょうどいいからな。あー、なるほど、引き立て役ね。殺される。そうそう、わっはっは。うっせ。マガリの前蹴りが見事に水月にめり込み、ヤグマは雲の表情で油汗を流してうずくまる。そんな彼の姿をカメラを構えたままの奏が痛々しそうに見つめるのだった。ここっすね、今回のシナハン用に抑えた宿。まさか主人公の衣装が変わるとは思わなかったな、しかも男の。渋いですね、歴史ありそう。明治時代からやってるんで100年ぐらいかな。なんとかって元首相も泊まったことがあるそうっすよ。なんとかって誰だよ。旅館によくある。神田林首相だったかな。そんな人いました。いねえよそんなやつ。じゃなくて八重樫。誰だよ。あ、お客さん出てきますよ。おっと失礼。100なのか。入り口でワイワイやっていたヤグモたちはちょうど中から出てきた宿泊客の行く手を遮っていたことに気づき、慌てて会釈しながら道を開ける。どうも。宿泊客、初老の宿泊客も微笑んで会釈を返しながら通り過ぎると、そのまま通りの端に位置を取って手にしていたビデオカメラを構え始めた。同業者。何気なく宿泊客の男性の姿を追っていたヤグモは小さく感激の簡単感激でいいか声を漏らすと、奏の脇腹を肘でつく。おい奏、マックス、あの人す、あれ素人じゃねえな。手誰す、構えも導に言ってるし、喋った、体の軸から手先まで全然ブレがないです。ちゃんと喋れるんだ君それに肩の筋肉のつき方、どう見ても職業カメラマンのそれっすね。初めてまともに喋った感が。うん、今はプライベートみたいだが同業者かもな。しばし彼の様子を感心したように見つめていたヤグモが再度ぽつりと口を開く。ところで奏よ。す、お前一応長ゼリフ喋れたんだな。長ゼリフ。す、劇中劇とか言わないでしょうね劇中劇って好きじゃないんだよな。一行は辰の前神社に降り立つ。降臨したみたいに言うな。ここで毎週土曜の夜奉納される石見神楽が今回のシナハンの目的である。思ってたより小さいけど歴史ある感じのいい神社だな。監督、こっちから見るとすごいですよ、ほらの。少し離れた位置で手招きしている人は、その彼女の横へと並ぶと見習って神社の上を仰ぐ。そこには辰の前神社の名にふさわしい光景が広がっていた。ほう、まるで竜だな。ですよね、やっぱり口を開けた竜に見えますよね。どれが。一葉の言葉通り、社殿の背後には大きく口を開け身をくねらせた竜のような巨岩がそびえ立っている。岩か。おそらく古代に竜神、あるいは脱神の半座として崇拝されていたのだろう。その巨岩の前には小さな旧社殿が祀られており、さらにその前に現社殿と並ぶ。
それは古代より形を変えつつも連綿と続いてきた信仰のありさまを一望にしているような眺めであった。いいっすね、まさにいいロケ地をハントできたって感じっす。今夜この社殿で神楽が見られるんですよね。楽しみになってきました。楽しみにしてくれていいと思うよ。何やつ。神楽って言うととっつきにくい印象かもしれないけど、石見神楽はちゃんとエンターテイメントしてるから。ケイシノか。突如会話に入ってくる聞き覚えのない声、誰やねん。帰れイケメンは帰れ。見れば20代後半といったところだろうが、一人の青年が背後に立ち、一向に涼しげない笑みを向けている。よ、久しぶりだな、ヤグモ。これがまさか同期の。おお、ユーゴ、久しぶり。ユーゴ。がっしりと抱き合って互いの背中をポンポンと叩き合うヤグモと青年。ああ、その方ですか。監督の映像学校時代の。おお、同期だったユーゴだ。主人公よりイケメン出てきちゃったよ。遠峰ユーゴです。よろしく。口々に遠峰と挨拶の言葉を交わす一行、さらに柔和な笑みで丁寧に言葉を返す遠峰は、ヤグモとは対照的に随分落ち着いた人柄とマガリは見て取った。しかし全然変わってないな、ユーゴ。確か最後に会ったのってアジアフィルムコンベンションの会場だな。3年前だから、そりゃそんなに変わらないさ。こいつが事件に絡むのかな。そうだったか。あれからどうしてたんだ。何か撮ってるのか。ん、ああ、いろいろあってね。今はもう。そっか。常に傷があるのか。それより今夜の神楽見るために来てくれたんだろ。まだだいぶ時間あるし、今車中の連中も待機中だから、よかったら会ってやってくれ。みんな石見神楽のアピールになるなら喜んで協力するって言ってくれてるし。お、いいな。神楽やってる人たち取材しときたいし、こっちから頼もうと思ってたとこだだと思った。近くの湯の津公民館が待機場所になってるから、後で顔出してくれ。俺は先にそっちに戻ってるから。どうやったらあれで湯の津って読むんだよ公民館の場所はスマホの地図で確認できたんで大丈夫っす。うん、それじゃあ皆さん待ってるよ。遠峰は一向に片手を上げてそう告げると、近くに止めていた車に乗り込んで走り去っていった。今の人、監督のお友達だったんですね。ああ、当時から好きな監督とか演出論とか気があってね。よく学校帰りに何時間もファミレスで話し込んでたよ。キャラは正反対って感じなんすけどね。ヤグミネ、ガチャガチャした監督と違って落ち着いてるっつーか、しっかりしてるっつーか。うっせーよ これが湯の津公民館。辰野前神社から徒歩で 1.5 キロほどの位置にある湯の津公民館。温泉津公民館でいいんじゃねえかな。意外と老けて見えるような感じもしないでもないその一室は優吾の言葉通り神楽の待機場所となっており、すでに夜の公演に向けて慌ただしい空気に包まれていた。この中の誰かが死ぬんですかよ、来たな。来ては見たけど死神参上。なんか慌ただしい感じだな。あまり邪魔しない方が良さそうだ。周りの人から消えていくっていうことだからなそんなに気を使うやつだったっけ。心配しなくても時間に余裕はあるから大丈夫だよ。おい、峰岸さん、鳥山さん。まるまる滝氏にしか見えねえな。ユーゴが部屋の奥へと声をかけると、段ボールの荷ほどきをしていた2人の男女がこちらへと寄ってくる。すでに遠峰から話を聞いていたのだろう。彼らはヤグモたちを見ると嬉しそうに挨拶をしてきた。ドラマの取材で来られた方たちですね。私は三峰社中代表の峰岸俊介です。よろしく。副代表で美術担当の鳥山千佐です。できるだけ協力するつもりなんで何でも相談してね。すごいズボンですね。いや、こ
ちらこそお世話になります。ズボンを調べたい。鳥山さんは美術担当ってことですけど、では衣装や小道具は全部あなたが？その服装で美術担当なのか。まさか。これだけ凝った衣装とかとても個人じゃ作れないでしょう。ちゃんと神楽用の専用ショップがあるのよ。衣装や面もそうだけど、手から出す蜘蛛の巣やスモーク用の発煙筒なんかもそこで売ってるのね。スパイダーマン。俺たちも撮影用の専門ショップ使いますけど、神楽用にもそういうショップがあるんですか？普通の人は知らないわよね。まあでもどれも結構なお値段するんで、できるだけ補修とかは私の方でしてるんだけどね。なるほど、その辺も俺たちと一緒ですね。まるまる滝氏にしか見えねえわ。ヤグモは奏に合図をしてカメラを回させると峰岸に話しかける。それじゃあ代表の峰岸さん、神楽社中についてちょっと教えていただけますか？はい。ちょっとカメラ向けられてると緊張しますね。いや、まあこれはただの取材用撮影ですから、普段通り話していただいていいですよ。はあ、それじゃあ、口でけえな。ここ島根にはいくつかの神楽が残ってまして出雲神楽や沖ノ島の神楽があるんですが、その中でも一番豪華な演出で舞を行うのがこの石見神楽です。やっぱりこういう緊張してる演技とかっつっても、噛んだりするのとかってなかなか再現しづらいのかね。その伝統を守って広く伝えていこうというのが我々神楽社中でして、我々の他にも100以上の社中が現在活動しております。県内だけじゃなくて東京でも経験者が集まって社中を作ってたりするんですよ。知らなかったな。随分盛んなんですね。まあ地域の交流の場でもありますからね。社中のメンバーも小学生から社会人まで幅広いですよ。それで小さい子たちもいるんですね。実際先ほどから小学生くらいと思しき子供たちも室内を出入りしていたが、どうやら彼らも社中のメンバーということらしい。とこんなとこですけど、今みたいな感じでよかったですか？いいっすいいっす。大丈夫ですよ。簡潔で分かりやすい説明でした。ありがとうございます。上半身に対して下半身が貧弱すぎる。そうですか、よかった。よほど生真面目な性格なのか、ヤグモの言葉に一仕事終えたように安堵の吐息を漏らすと、峰岸はにじんだ汗をしきりにハンカチで拭うのだった。お待たせ。ところで社中ってことは皆さん近い地域の集まりなのか？ああいや、そういうとこの方が多いだろうけど、俺たちはバラバラだよ。だから社中の名前も地域名じゃなくて3人の名前から取ってるんだ。ん？ほら、俺が遠峰だろ。そして代表の峰岸さん、副代表の鳥山さん。遠岸山。何か気づかないか？そういや全員山に関連する文字が名字に入ってるな。そう、それで三峰社中ってわけさ。三峰社中うまいね。なるほど、なかなか気が利いてるな。ダンボール調べてどうする？あそこのダンボール、あれに面とか衣装が入ってるんですか？あれに入ってるのは小道具だけね。面とか衣装はちゃんと専用のケースに入れて運ぶのよ。なんせ高いから傷とかついたら困るし。へえ、専用ケースなんてあるんですね。例えば面だと面カバンって呼ばれてるケースがあるんだよ。うちではビューティーケースを代用品として使ってるけどな。知らないことたくさんあって面白いな。美術系の仕事をしているのか、小道具系の。あれ何ですか？なんか奥の方に大きい提灯みたいな。
ああ、あれは邪道ね。邪道？神楽で登場するオロチの胴体。今は畳まれてるけど、開くと急スパンで全長18メートルだからね。いえ。その迫力は夜、自分の目で確かめてみるといいわ。あんなにちっちゃいのにな。18メートル？14万みたいに言うな。めっちゃでかいっすね、それは。でかいし、お高いのよ。だからほら、隣に緑色の袋あるでしょ？搬送にも気を使って、あの専用の邪道袋に入れて運ぶの。やめようね。専用の袋あるんですね。ちなみにお高いってどれくらい？14万。ここだけの話、頭部と胴体合わせて、お値段も。4万円。いくら？自分の給料2ヶ月分超えてるっす。40万以上。私もです。駆け出しの女優なんてお給料スズメの涙ですから。あんなんで40万以上ぐらいすんの？関わってる人めっちゃ怒りそうだな。しかしマックスは相変わらずマックスって感じだな。学生時代と変わってない。俺はいつでもマックスモードだぜ。それ喜んでいいのか？褒めてるんだよ。なんだか今も全力で物事に取り組んでるって見える。なあ、まあそう見えてるんなら嬉しいかな。社会に出ていろいろと経験したら、意味深。だんだん自分がおとなしくなってきてる気がしてたんだ。大丈夫。相変わらずお前は何でも全力のマックスのままだよ。ユーゴ。そっか。さっきのやつ、本当に私うまく喋れてましたかね？いや、大丈夫ですって。聞きやすい、いい喋りでしたよ。ならいいんですが。どうもこういうの私昔から苦手で。素人さんに求めてないですから。ほんと、こんな緊張しいの人がよくカグラなんて人に見せるものやろうと思ったわよね。この人が待ってんの？いやいや、あれは面をつけてるからいいんだよ。素顔だったら緊張してとてもとても。さっきスモークっておっしゃってましたけど、石見神楽にもスモークを使うことあるんですね。使うわよ。そういう演目は迫力あるから、お客さんからの人気も高いわね。今夜の演目では？もちろん、ガンガンに使うやつが演目にあるわよ。なるほどな。楽しみにしてて。読めましたわ。そのスモークを焚いている最中に神楽を待っているやつが死ぬ、つまりこの峰口さんが死ぬ。あ、はい、楽しみにしてます。夜道に気をつけた方がええで。そろそろ夜神楽の時間だ。辰野前神社に移動しよう。絶対死ぬ。待ってる最中に。大衆が目撃者となるのか。もう夜神楽の時間になっちまったか。注意してたつもりだが、例のインチキ霊能者らしいやつは姿を現さなかったな。一人胸中で考えながら、辰野前神社の境内に足を踏み入れたその時である。ヤグモの足がはたと止まる。大きく目を見開き、見つめるその先には観光客たちに混じって松葉杖をつきながら手水屋に並ぶ一人の男の姿があった。明日あなたに会える場所を教えてください。そこであなたは松葉杖をついた人物を探すのです。どうしたんですか、監督？険しい形相を浮かべ、立ち止まったまま動かなくなったヤグモに一葉が心配そうな声をかける。そんな彼女の声も聞こえないかのように、ヤグモは松葉杖の男に向かってまっすぐ駆け出した。おい、おい、あんた。イメージと違うな。ヤバそうな雰囲気だ。血相を変えて自分へと駆け寄るヤグモに、男は全く動じる様子もなく、鈍い光を宿らせた瞳を向ける。あんたが熊代有限祭か。熊代？
どうやったらクマって読むんだよ。男はただ小さく笑みを浮かべると左についていた松葉杖をヤグモへと差し出した。なんだよ。待っててくれ。上手を使いて。上手でした。一瞬苛立ちをそのまま声に発しそうになるヤグモだが、周囲の観光客の目に気づいたのだろう。ひったくるように松葉杖を受け取る。手袋のままそのまま自分を睨むように凝視してくるヤグモを気にも留めないように、男は右手で手水の水を受け取ると、たっぷりと時間をかけて口をすすいだ。すっきりした。ありがとうよ松葉杖、返してくれ。幽玄祭の関係者なのか。言葉遣いが違いすぎる。おい、なんだよ。もったいつけるなよ。俺はあんたから10年前のプロジェクトについて聞きたいんだ。あの亀のやつってゴッドウォーズのやつですよね。違うか。やっぱりそれが気になるか。わかってるって。そんなに睨むなよ。お前が幽玄祭なのか。もうすぐ神楽が始まっちまうぜ。それを見てからゆっくりと差しで話をしようや。こいつ肩ギじゃねえ。そんなに負けるか。今ここで聞かせてくれ。ダメだな、長い話になる。すべては神楽が終わってからだ。大丈夫、逃げやしねえよ。それにほら、あんたのお仲間がいぶかしんでる。いぶかしむ。ほっといていいのかい。男の言葉に背後を振り返るヤグモ。確かに男の言う通り、少し離れた場所から一行が心配そうにこちらを見つめていた。チッ、わかった。神楽の後で刺して話そう。ヤグモは内心の苛立ちを無理やり押さえつけながら、彼を待つ一行の元へと戻っていくのだった。大黒天。じゃあ隣にいるんかい。社殿を埋め尽くした観客から歓声が上がる。演目エビス。エビス様か。八重琴四郎主の尊すなわちエビス神の釣りをする姿を表した演目であるが、この演目が盛り上がるのには大きな理由があった。演目の途中に縁起物として琴四郎主尊が合ってんのか分かんないけど、キャンディーを客席へと向けて撒くのである。エビスさん、こっちもこっちも。取れました、取れました。縁起物ということもあって、子供たちはもちろん大人たちも楽しそうにキャンディーを取ろうと手を挙げ盛り上がる。その歓声の中、隣に座ってきていた松葉杖の男へと目を向けるヤグモ。怪我をしているらしい左足を投げ出すように座っている男は、特に考えもなさそうにしながらも手元にいくつかのキャンディーを集めていた。ちっとぼけた面しやがって、なんか匂うし。終わったら知ってることは洗いざらい吐いてもらうからな、この不老者のおっさんに。抑えても抑えても湧き上がる苛立ちをこらえながら、ヤグモは神楽へ集中しようと舞台を向く。やがて演目が切り替わったのだろう。お囃子の調子が緊張感のあるものになると、舞台袖から勢いよくスモークが噴出した。絶対この時だよ。続いて社殿の入り口からぬっと恐ろしげな大蛇の頭部が覗くと、客席を割るようにその巨体が社殿へと入ってくる。スモークすごいな。その迫力におーっと観客のどよめきが上がる中、次々とスモークがたかれ、大蛇は舞台上のシャネロミコミコトへと巻きついていった。すごい、本当に胴体がずっと続いてますよ。そりゃいいけど、スモークがすごすぎてちょっとよく見えないかも。確かに、前列にいたこの一行が疑われるのでは。これはやりすぎだなとヤグモが続けようとした瞬間、銃声？ヤグモの右隣で突然鳴る破裂音。
お前かい。やられんの。続いてどさっと鈍い音が続くと、屋号の方に何かしぶきが飛び散った感触があった。なんだ。そっと頬を拭うと、ヤグモはその手を目の前にかざす。その手のひらにはかすれた赤い液体が尾を引くように付着していた。チッ。続いて上がる観客の悲鳴。人が撃たれた。死ぬ。死んでるぞ。いやー、ポールさん。ポール？見ればヤグモの隣、松葉杖の男が畳に倒れ伏している。ひっくりとも動かない彼の体からはじわじわと赤い液体が畳に広がっていた。おいおい。ヤグモは倒れている彼の首筋へと手を当てる。この感触はすでにひんやりとしており、一切の脈動を感じさせなかった。なんだよ、なんだってんだこれは。隣で人が死ぬ体験とは。おいおい、喋ってもらわなきゃならないことがあんだよ。怒声を上げながら激しく男の体を揺さぶるが、男は何も反応を示さない。監督、その人死んでるんすか。もう一発。ヤグモが答える間もなく、スモークの煙の中、社殿のどこかで再び破裂音がする。まだ銃撃ってるやつがいるぞ。テロやん。乱射しすぎ。パニックが加速していく射電の中で、さらにパンパンと銃声らしき音が続く。逃げろ、撃たれるぞ、早く外へ。ひとあちゃん、マガリ、カナデ、外に逃げるぞ。はい、姿勢を低くして早く逃げるっす。マガリの言葉に従って、かがむような姿勢で互いに手を引き合いながら社殿の外へと駆け出していく。火事、火事よ、人が燃えてるわ。人が燃えてる。どこかから聞こえる女性の悲鳴じみた声。その声にヤグモが振り向くと、一体何が起こっているのか。倒れ伏したままの松葉杖の男の体から火の手が上がっているのが見える。燃えてる。プチ封じ。呆然と見守るヤグモの前で、炎に包まれていく男の体。やがてそれも社殿を覆い尽くす煙の中で見えなくなっていったのだったのである。